こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では2020年にユニクロで買った商品の中から特に気に入っているですね、5つのアイテムを皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、2020年もですね、もう残りわずかになってきたわけですが、これぐらいの時期になるとですね、1年の振り返りをするわけですね。まあ、2020年もですね、ユニクロでいろんな服を買ってきたわけですね。そしてこちらの YouTube チャンネルで皆さんにご紹介をしてきたわけなんですけども、その中でもですね、個人的によく着たものをですね、皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。ユニクロで様々なお洋服を僕は買ってるわけですが、その中でもですね、大きく2つに分けられると思っていて、まず1つ目はファッションが苦手な方でも着こなしやすいようなベーシックなアイテムですね。まあ、こういったものをですね、皆さんにご紹介するために購入しているのもあるんですが、あともう一つはですね、僕が個人的に日常生活の中で着たいなという服があるわけですね。この2つの中で今回は後者ですね。僕が普段の生活の中でリアルに着ているユニクロの商品を皆さんにですね、ご紹介をしてみたいなというふうに思っています。早速1つ目の商品からご紹介したいなと思うんですが、それがですね、今僕が着ているこちらのですね、プラス J のオーバーサイズワークジャケットというアイテムですね。まだ購入してからですね、1ヶ月ぐらいしか経っていないんですが、これはですね、結構地味に良かったなというふうに感じています。まあ、今年のですね、ユニクロの商品の中でも一番の目玉がですね、まさにプラス J のアイテムだったのかなと思っています。まあ、ニュースになるぐらいですね、すごい人気だったわけで、僕自身もですね、発売当日にお店に行きまして並んだわけなんですけども、中でも人気商品だったダウンはですね、買うことができなかったんですね。これはですね、本当に悔しかったんですが、その代わりというわけではないんですけども、こちらのオーバーサイズジャケットを実際に買ってみたら、めちゃくちゃ使い勝手が良かったんですね。まあ、冬場のアウターの中で特にですね、定番的なものといえば着丈の長いチェスターコートかなと思うんですね。これはこれでめちゃくちゃ重宝するんですが、意外とですね、着丈がそこまで長すぎないアウターというのは普段の生活の中で地味に活躍してくれるんですね。特に子供と遊ぶような休日の時には、着丈が長すぎるとどうしてもしゃがんだりするとですね、裾の部分が地面についてしまうので、そこまで使い勝手が良くないんですね。その点、このような着丈の短めのアウターというのは結構ですね、足さばきもいいですし、子供と遊んだりする時にもですね、重宝するアイテムなのかなというふうに思っています。昨日もですね、僕はオフだったんですが、こちらを着て公園に遊びに行きました。ただ僕は寒がりなので、今はパーカーの上にワークジャケットを着ていますが、このパーカーとワークジャケットの間にですね、ユニクロ U のリサイクルダウンを挟み込んだんですね。そうするとですね、めちゃくちゃ暖かいので、結構12月だとか1月ぐらいまではそれで乗り越えられるのかなというふうに思っています。まあ、今年2020年はですね、こういった着丈が短めのアウターというのがちょこちょこと出てきてまして、 CPO ジャケットだとかシャツアウターと呼ばれるようなジャンル、僕もですね、たくさん購入したんですね。こういったものがですね、結構動きやすいですし、今っぽい雰囲気も漂うので、ぜひ皆さんにもおすすめしたいアイテムなのかなと思ってるんですが、その延長線上でこのワークジャケットというのもめちゃくちゃ使いやすいアイテムだったのかなというふうに思っています。ただですね、こちらもなかなか人気で店頭では見つかりづらいかなと思っていまして、まあ、なんとか探せばメルカリとかでも出品がしてあるので、そういったものを見てみるのもいいかなと思いますし、他のセレクトショップなんかでもこういったアイテムが売っているので、よかったら皆さんもですね、トライをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですけども、こちらもですね、めちゃくちゃ履いたアイテムですね。まあ、動画の中でも何度かご紹介しているので、皆さんもですね、すでにご存知かなと思うんですが、こちらはユニクロの通常ラインのですね、スマートアンクルパンツですね。これはですね、ヘビーローテーションで僕自身も着てますし、動画の中でもですね、何度も使ってきました。まあ、以前はですね、イージーアンクルパンツという名前だったんですけども、今年スマートアンクルパンツという名前に変わったわけなんですが、名前が変わって形も微妙に変わったわけですね。これはですね、シルエットもめちゃくちゃ綺麗ですし、ストレッチも効いていて、すごく使いやすい一本なのかなというふうに思っています。休日のボトムスといえば、ブルージーンズだとかチノパンあたりが一番オーソドックスなのかなと思うんですが、そうではなくてですね、このようなセンタープレスの効いたスラックスを使いこなせるようになると、だいぶですね、おしゃれに見えやすいかなというふうに思っています。似たようなアイテムとしてブラックの細身のジーンズがあるんですが、この2本を比べた時に僕自身はスラックス系の方が好きなんですね。まあ、腰回りだとかもも回りに関しては適度なゆとりがありつつも、膝下から細くなるので足をきれいに見せてくれるんですね。ですので、さまざまな体型にも似合いやすい、まさに鉄板のアイテムなので、ぜひ皆さんもですね、持ってない方はこちらのスマートアンクルパンツ、今からでも遅くないのでチェックをしていただければなというふうに思っています。
はい、続いて3点目のアイテムなんですが、こちらですね。今期のユニクロ U のダブルフェイスオーバーコートですね。これもですね、買って数ヶ月が経つんですが、結構日々の生活の中でガンガンに着ています。まあ、先ほどご紹介したこちらのアウターに関しては着丈が短めで、子供と遊ぶ時だとかアクティブな休日に使うことが多いんですが、こちらの着丈の長いコートに関しては割と綺麗めな着こなしの時に使うようにしています。まあ、デザインで見るとですね、結構シンプルなチェスターコートに近いんですが、名前の通りですね、ちょっとオーバーサイズになっているんですね。着丈も長いですし、身幅もゆったりしているので、通常のユニクロのチェスターコートと比べると着ていて新鮮な感じがするんですよね。確かにベーシックなチェスターコートもいいんですが、ある程度ファッションが好きな方であればちょっと物足りなさも感じるのかなというふうに思っています。まあ、デザイン自体はすごくオーソドックスではあるんですが、サイズ感でちょっと変化をつけたりだとか、ディティールが凝っていたりだとか、まあ、そういった部分でこういったユニクロ U のオーバーサイズコートはめちゃくちゃ満足度が高かったかなというふうに思っています。ただ正直ですね、買った時にはちょっとサイズ感大きいかなと思ったんですが、やっぱりですね、これは慣れというところがあって、着てるうちにこのサイズ感にですね、なんとなく感覚だとか目が慣れてきたんですね。そういった意味でビッグシルエットがあんまり得意じゃないなという感覚をですね、少し変えてくれたのがこのオーバーサイズコートなのかなというふうに思っています。そして結構ですね、良かったなと思うのはこの色味なんですね。まあ、こちらのコートもですね、先ほどご紹介したアウターも同じなんですが、両方ともですね、ダークグレーという色合いなんですね。まあ、この色がですね、今年は結構豊作だったなというふうに思っています。普通ですね、グレーというとちょっとやぼったい雰囲気もするんですが、今年ユニクロで発売されたこういったユニクロ U ですとかプラス J のダークグレーに関しては結構深めで大人っぽい雰囲気が漂うんですよね。この色合いがめちゃくちゃ好きで、通常であると僕はネイビーとグレーだったら断然ネイビーを選ぶことが多かったんですが、今年に関してはグレーを選ぶことが多かったんですね。このダークグレーの色合いはめちゃくちゃ気に入っていまして、今僕が着ているパーカーと重ね着をしたりだとか、あとはですね、白のニットと合わせながら今年の秋冬はですね、ガンガンに着ています。まだユニクロオンラインの方では商品が載っているんですが、ただサイズがほとんど残っていないんですね。一方で店舗に行くとまだですね、ギリギリ売ってることもあるので、今でもですね、ひょっとしたら間に合うかもしれないので、皆さんもぜひチェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、こちらも先ほどと同じユニクロ U からのアイテムになってるんですが、今履いてるですね、ワイドフィットテーパードパンツというものになりますね。こちらに関してもですね、めちゃくちゃ気に入っていまして、今年はですね、このワイドフィットテーパードとスマートアンクルパンツ、これがですね、活躍する機会が多かったんですね。このスマートアンクルパンツに関しては結構細身のシルエットで綺麗めに見えるんですけども、こちらのワイドフィットテーパードに関してはですね、少し緩めのサイズ感なので、今っぽいビッグシルエットというところが楽しみやすいのかなというふうに思っています。まあ、ここ数年というのはですね、やはりタイトめのシルエットよりはビッグシルエットだとか、ややゆとりのあるサイズ感というところが一つのテーマになっているんですけども、ただですね、僕ら世代だとなかなか取り入れるのが難しいんですね。というのも、僕ら世代っていうのはど真ん中のですね、タイトシルエット世代なので目が慣れないんですね。そしてこのビッグシルエットというのは似合う人と似合わない人が結構分かれるんですね。ある程度ファッションの経験値を積んでいないと、このビッグシルエットってなかなかですね、その良さが理解できないんですね。ですので僕自身もですね、二の足を踏んでいた部分があるんですね。とは言いつつ、今年はですね、いろんなビッグシルエットのアイテムを買ったわけなんですが、ボトムスに関してはなかなかですね、一歩が踏み出せなかったんですね。まあ、そういった状況の中で今回購入したこちらのユニクロ U のワイドフィットテーパードパンツに関しては、結構ですね、シルエットとしてはワイドフィットではあるんですけども、テーパードという名前の通り膝から下は割と細めにできてるんですね。まあ、これちょっとなかなか見えにくくて恐縮なんですけども、シルエット的にはあまりビッグサイズすぎないというところが使いやすいポイントなのかなというふうに思っています。まあ、ビッグシルエットのものも今年はいろいろ試してみたんですが、僕の中では一つ結論が出ていて、あまりにビッグシルエットに振りすぎてるものというのはなかなか僕ら世代には合わせづらくて、ややゆとりがあるぐらいの方が結構使いやすいのかなというふうに思っています。まあ、その点ですね、こちらのパンツに関してはすごくバランスが良かったので結構ヘビロテしていますね。特にですね、秋冬になってからはですね、登場回数がめちゃくちゃ増えたんですが、まあ、丈に関してはあまり長すぎずにですね、 9.5 分丈ぐらいにして、ほんの少しだけ靴下を見せてあげるとすごくバランスがいいかなと思うので、こちらもですね、まだ店舗であれば在庫が残っているところも若干ありますので、ぜひ皆さんにはチェックしていただきたいなと思っています。続いてラスト5点目なんですが、今回ご紹介する中で一番ですね、着倒したのがこのアイテムなのかなというふうに思っています。その点では2020年ユニクロの中でベストバイといいますか、
対象に近いのがこちらのアイテムなのかなというふうに思っています。ただですね、季節的には今とは真逆なんですが、特に春夏に活躍しましたユニクロ U のエアリズム T シャツになりますね。こちらに関しては今でもオンラインで売ってるので、ぜひ皆さんにチェックをしていただきたいんですが、これはですね、さすがに名作中の名作でしたね。先ほどからもですね、何度か触れていますが、ビッグシルエットというのをやりすぎないバランスで表現しているのがまさにこちらの T シャツなのかなというふうに思っています。価格帯もこなえているんですけども、表面の質感がすごくいいんですよね。サラッとしていて柔らかい光沢感があってすごく上品に見えるんですね。カラー展開も豊富で、僕は今回ですね4色購入したんですね。ベーシックなホワイトとブラック、そしてちょっとトレンド的なブラウンだとか、先ほどからご紹介しているようなグレーですね。こういった深めのグレーもめちゃくちゃ良くて、今年の夏場はですね、結構ローテーションでユニクロ U の T シャツを着ることが多かったですね。T シャツというと大人の男性にはですね、なかなか似合いやすいイメージが強いかなと思うんですが、こちらのエアリズムに関しては適度にゆとりがあるので、あまり体型を拾うことがないんですね。その点、様々な体型の方にも似合いやすいので、大人の男性においてもマストなアイテムなのかなというふうに思っています。もちろん単体で着るのもいいですし、この上に軽くですねカーディガンを羽織ったりだとか、ジャケットを着るようなスタイルにも合うので、様々な機会にもですね使い勝手がいいのかなというふうに思っています。今でもですねオンラインの方で買えますので、ぜひ皆さんチェックしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では2020年僕がユニクロで買ったアイテムの中から、特に自分自身が気に入ってきている5つのアイテムをご紹介させていただきました。どのアイテムに関してもおしゃれ初心者の方向けというよりは、中級者ぐらいの方に楽しんでもらえるようなアイテムが多かったかなというふうに思っています。改めて見てみると、プラス J だとかユニクロ U のアイテムも確かに多かったと思うんですね。こういったデザイナーとのですねコラボレーションシリーズというのは、ちょっと最近のファッションにマンネリ化を感じるなとか、少し冒険してみたいなという場合にすごくですね良いスパイスになってくれるアイテムなのかなと思っています。僕自身も普段だったらあまり着ないような色だとか、あとはサイズ感のものをこういったユニクロ U だとかプラス J で試すことができたので、すごくですねファッションの幅が広がったなというふうに思っています。来年以降もですねこういったデザイナーとのコラボレーションラインは継続していくかなと思うので、こちらの動画でも解説をしていきたいなと思っていますし、これまで通りユニクロの定番のアイテムの中からいろんな方にですね使いやすいアイテムというのもどんどん発信していきたいなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。